渡らせ、京国鉄道 WKT-550 系機動車は2012年に一両が製造された渡らせ、京国鉄道のトロッコ型機動車である。1998年10月から運転されている機関車牽引のトロッコ列車に加え、日回しの必要がない自走式トロッコ車として導入された。1989年3月に JR 和潮線を 第3セクターに転換して開業した渡らせ、渓谷鉄道が開業10周年を機に導入した機関車牽引のトロッコ列車に加えて導入した自走式トロッコ車両である。2011年に導入した WKT-500 型をベースに着脱式の従来車より大型化された窓を備え、車内には木製のボックスシートが備えられた。登場当初は、 WKT-500 型と連結して運用されたが2013年の WKT-510 型が登場以降は連結相手が WKT-510 型に変更されている新潟トランシス製の地方交通専用機動車 NTC をベースとする自走式トロッコ車である側窓が開放型となりうっや陶器には 固定式窓を取り付けられるようになっている。正面貫通の両運転台、オールクロスシート、トイレ付き、運転室は左隅式で仕切り扉を施錠することで運転室を締め切ることができる。客用扉は1000ミリメートル幅の引き戸で片側各1カ所が設けられた。乗務員扉は運転席側にのみ設けられた。扉間には開口部が 従来車より拡大された開放式の窓が設置され、下部には保護柵が設けられた。雨天時陶器には着脱式固定窓をはめ込むことができる。急な雨に対応するため、カーテン式の雨よけを備えている。戸袋クロに窓はない。屋根部にも側窓と平行に、紫外線カット機能付きペアガラスの固定式窓が設置された。外部塗装は従来車と同じ。 クレナイをベースとし、窓部には虹の色であるオレンジと赤が、倉庫には金色の帯が巻かれた。車内は木製のボックスシートでドリンクホルダー付き大型のテーブルが設置された。天井は白、壁は木目調となり、レトロ調の車内灯が中央部に一列設けられた。トイレの向かい側に車椅子スペースが設けられるなど、バリアフリーに対応した設計となっている。 トイレは新商社対応の真空式のものとなり、清掃用具を収納するスペースも設けられた。運転席の右側には実際と同じ機器、レバー類を使用した子供用のダミー運転台が設置された。車内にはサービスカウンターが設けられ、渡らせ、渓谷鉄道のキャラクターの展示、販売に使用される。運転台は2ハンドル式で、表示設定は、 タッチパネルで設定する。立候指令は変速器制御装置で変換され、変速器及びエンジンに伝達される。エンジンは、新潟原動機制 d m f 1 3ル z ディーゼルエンジンを一気搭載、動力は、変速一足、直結三足のタクン33から1606、液体変速器を介して台車に伝達される。前くらい。 速台車は二軸駆動の同台車 NF01KD、後くらい側は受台車 NF01KD で、いずれもボルスタレス空気バネ式である。落ち葉による空転対策のため、砂巻き装置を備えている。制動装置は、機関排気ブレーキ併用の電気指令式、空気ブレーキが採用され、WKT-500 型より前に製造された車両との並結はできない。 暖房装置はエンジン排熱を利用した温風式が設置された。冷房装置は搭載されていない。1989年3月に JR 和潮線を第3セクターに転換して開業した渡らせ、渓谷鉄道が開業10周年を機に導入した機関車牽引のトロッコ列車に加えて導入した自走式トロッコ車両である。登場以来気流駅。 マト駅間で運用され、着回しが不要な機動車である利点を活かし、機関車牽引のトロッコ列車が運転されない、紀流駅大間ま駅間、足尾駅、マト駅でも運転されている。搭乗時は、WKT-500 型と編成を組んで、運転されたが、WKT-510 系搭乗後は、WKT-510 型と編成を組むよう、変更されている。 2014年5月22日には、WKT-551、WKT-511、WKT-501 の3両編成で、お召し列車として運転された。ありがとうございます。